なんか閉じ込められてるし。エバレクネバー。納豆兄さんです。今回はですね、私がマイクラでお化け屋敷を作ってみたんで、ネバール君にやってもらおうかなって思ってます。マイクラで怖いの作ったネバか？納豆お兄さんは本当お化け好きネバね。いや好きなのよ。いやだってね、ネバール君がさ、マイクラで鬼滅の刃のすごいいい感じのキャラドット絵作ってたじゃん。あれがすごい大好評じゃない。そうネバね。ネバーギブアップ精神でめっちゃ努力してたらめちゃめちゃ反響がありまして、あれ作ってほしいとかこれ作ってほしいっていっぱい依頼いただいてるネバよ。そうでしょ、ほんとすごいよね。だから私もあれで火がついちゃってマイクラでなんか作りたいと思ってさ、ほら今世の中こんな感じだからさ、お家でできるホラー体験をネバールくんにもみんなにも味わってもらおうかなと思ってさ作ってみたのよ。それはいい考えネバね。でもマイクラでそんな怖いの作れるネバかね。いやいや、ご期待に応えれるかは分かんないけど、一生懸命作ったんで、ぜひネバールくんやってみてください。はいネバー。はい、後ろにある建物がお化け屋敷入り口ですよ。いやいや、外すごい暗いけど今何時ネバか？夜中の2時です。嫌な時間にやらせるネバね。この扉に入ればいいのね。扉は自分で閉めてくださいね。普通こういうのは勝手に閉まって閉じ込められるんだネバよ。あ、トロッコ、これに乗るネバね。うわ、進んだ。あ、ドラゴンの顔だけ口から水出そうネバね。それはマーライオンでしょ。骸骨、なんか不気味な絵ネバね。うわ、これは変な絵ネバね。うわ、なんか閉じ込められてるし。クリーパーたちが閉じ込められてる。なんか穴におじさんが落ちてるよ。気持ち悪いエネバね。こっちネバがね。うわやだ、突然何ネバか。うわまた変なおじさんが飛び出してきて。おじさん、あら、外した納豆兄さんの首だ。違いますよ。うわ、なんかいるネバ。見て、何するネバか。何かで倒さないと進めませんよ。なるほど、じゃあここネバね。クロスボウだ。よし、これで。いだ。いで。ちくしょう、これでもくれ。おりゃ。取れない。あ、ただの設計ミスです。最悪だネバ、また骸骨だ。やめてネバよ。うわ、相変わらず納豆お兄さん趣味悪いネバね。相変わらずって何よ。なんか書いてある。絵の正面に立ち右のボタンを押せ。このボタンネバか、なんか押すの嫌ネバね。また飛び出すゾンビ人形。これはびっくりしたネバよ。もう肩痛い。ここに入るネバか。あ、外に出れる扉ネバ。あれあれ
開かない。この部屋の謎を解いたら脱出できますよ。もう謎解き苦手ねばよ。これは、うわ、大量の雲、怖い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 、何何何、素手じゃ倒せませんよ。この扉ねばか。うわやだ。あ、宝箱、剣があったねば。うわっ、おり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 、てか狭いところに何体モンスター入れてるねばか。これ密ねばよ、三密三密、密なところは感染するからダメねばよ。旬だね。おりゃおりゃおりゃ、あ、子供叩いちゃった、ダメねばね。でもゾンビだよ。子供は未来の宝ねばよ。未来は結局襲ってくるゾンビだけどね。倒したねばね。これで開くねばか。開かない、この扉か。モンスター詰めすぎて出れてないし、ちょっとスケルトン入れすぎました。これはもう倒したい放題ねばよ。あ、扉出てきた。トロッコ？わかった、押すねばね。あ、なんか落とした。扉が開いてるねば。やった、ゴールねば。やりましたね、ネバール君。脱出おめでなとう。どうだった？いや、所詮マイクラで作ったお化け屋敷なんて怖くないと思ったけど、スリルあって楽しめたねばね。そりゃよかった。なんか喜んでくれて嬉しいよ。ありがとう。みんな納豆お姉さんが頑張ったねとか、面白かったよとか、おじさんだとかって思ったら、いいねとチャンネル登録とコメント欄に納豆おじさんってお願いしますねばよ。おじさんは余計だよ。でもみんな本当いいねとチャンネル登録お願いしますね。じゃあねば、またね。ねばねば TV を見てくれてありがなっとうねば。チャンネル登録してねばね。グッドボタン、ベルボタンも押してねばよ。イベントやグッズ、アプリの情報はホームページあるねばよー。